私この家が欲しかったよ。家じゃなくて土地。土地ね、うん、ずっと言うてるやろ。しまって、なんか時計が土地だけ通れるか。通れるわ。おっさん危ないな、あれやばいな。ちょっとクラクション鳴らすな。鳴らさへん。急に動かれたら一番かなんで。だから鳴らさん言うてるやん。いや、俺は鳴らしたらって言うて。鳴らさん、そっちの方が急に動くやんか。すげえな、ここなんか茅島のチベットみたいな。舗装されてないよ。あそこに住んでた人もああやなったし。それはみんな世代変わっていくよ。違う、取ってんねやろ、土地は。はい、介護老人施設ですね。綺麗な建物ですね。こんなとこ泊まれやったんですか、うん、マジっすか。買いだれ行ってしまいそうなとこですね、はい。年寄りの自転車が右へ左へのぐにゃぐにゃ運転ですよ。どこを走ってるんでしょうかね。これ急に寄ってきますよ。はい、怖いっすね。行け行けどんどんです。やっと気づいてブレーキも回りましたわ。